皆さんこんにちは。現在イギリスにおります。イギリス超物価が高くてですね、サブウェイのサンドイッチハーフサイズ頼んだだけでも1200円という世界なので、もちろん外食全くゼロにするわけではないんですけれども、お金の節約ということでスーパーで見つけた日清のジャパニーズスタイルシーフードということで、これ食べてみたいと思います。1.7ポンド、約ね、340円ということで、ちょっとね、日清だから外れないと思うんですけど、シーフード、めっちゃいい匂いするな。正しいじゃないですか。正しい日本のカップ麺の味。なんだこのしょっぱさがたまらんわ。いいじゃないですか、これ。これいけるな。なんかパッケージちょっとイマイチだと思ったんですけど、これいけますね。これいける。これいけます。ぜひ皆さん、テスコとかに売ってます。ぜひ。なんかね、いろんな種類あったと思いますけど、ぜひ。物価高、円安対策として、イギリス旅行の際はこのテスコに行って、日清のシーフードヌードル食べていただけるといいんじゃないかなと思います。